はい、いつもありがとうございます。今回はですね、資材戦利シナリオ長老、そして曹操と同盟しない、これでいこうと思います。さすがにね、極級はね、これちょっともう目に見えて無理だと思うんですよ。多分もう 99% 無理だと思うんですよね。なので、長級で、せめて長級で、先方とか選ばせてっていう感じで、やってみようと思いますね。長級でも無理じゃねえかな、でも。先方を打てるからっていうメンツじゃないですからね。配下武将。あ、これ劉将じゃないか。はい、長老の配下武将。能力、こんな感じですね。長英がまあまともな方で。あとは用心か。用心陣形が悪いんですよ。長打ばっかし。長英ぐらいしかまともな、ないっすよ。長老の方縁と。うん。で、陽子も、陽子じゃない、陽子か。陽子方縁。これくらいっすよ、使えるの。本当、まともではないと。いう感じですね。だからこれ、先方打ったとてっていうところですけども、どうですかね。いや、上級まで下げます？なんか久々に、もう忘れちゃいましたよ、僕何でしたっけ？一番下の、イベントのところの機能。もう何年か使ってないですよ、あれ。あれやってみましょうか、久々に。そして、外交関係見てみましょうか。外交多分何にもないと思うんですけど。外交、曹操が有効ですね。でも、曹操と組みません。はい。有効である意味もわかりません。で、劉将と倹約です。これもともとですね、劉燕の配下でございました。で、劉燕の配下として、漢中を攻めて、攻め取った同僚を殺して、独り占めしたのが長老でございます。はい。で、長老というのはですね、今更ですけども、後藤米道という、宗教の教祖でございましてね。後藤米道というのはですね、後藤の米と書きますよね。これ、見返りに後藤の米をくださいっていうことで、病気を治したりするようなんですよ。まあもちろんおまじないです。おまじないで病気を治して、後藤の米を、お礼としてくださいと。いう宗教みたいなんですね。やっぱり公金を見て、ちょっとね、そういう真似した部分もあるかと思うんですけど、やたら流行るという感じなんですね。なんでしょうね。わからないですけど。まあ、ある程度この時期というか、この時代には宗教というのは、ね、ない道徳を植え付けるという意味ではね、今とはまた違った価値観があると。道徳は必要だということかもわからないですし、じゃあ道徳は今ね、学校でもいろんなとこでも学べるというのになぜしゅ、あ、いや、やめよう、マジだろうな。マダムヤン。マダムヤンでごまかして。はい。なんでもございませんね。というところでね、この後藤米道に触れるとなかなかですね、三国志で遊ぶというところより、よそに行っちゃうんで、はい。ちょっとセンシティブな話題に行っちゃうんで、ちょっと気をつけてやろうかと思いますね。はい。漢中のことを、サティア、敵を、初段した時にポアとかね、そういうことを言わないように、今だから、例えばの話ですよ。そういうことを言わないようにしましょうね。はい。いろんなね、受け取り方をされてしまいますので、はい、気をつけます。武将として、一武将として見ましょうね。まあでも昔の話ですよ、これはね。1800年前の話ですから。はい。で、やってまいりましょう。どうしようかな。上級、行っちゃっていいですか？提案がありなんですよね。提案が。いや、これいいっすか？提案って何でしたっけ？もうわかんないわ。ほんと。提案わかんない。で、災害もね、カメラがぐるんぐるん行くんで、なしにしてたんですけど、これ少ないぐらいにしときますか。で、選手は多いにして、私はドラマチックにするのが好きなんで。で、寿命は史実にしときましょう。で、在野はまたですね、ランダム。
これが楽しいと。久々の上級だなぁ。ちょっと楽しいな、これは。うん。提案あり。これで曹操と同盟しないでやっていけんのか。劉将ともなかなか難しいですよ、倹約スタートなんで。馬頭ぐらいで組めるのは。まあ、やっていきましょう。いけるかなぁ。はい、降り立ちました。もうなんか回ってましたね。そっかそっか。上級だから、相手の出方見て動けんだ。あー、それないなー。それないな、感覚がもう。そっかそっか。で、見てください。呼び方。超士君ですよ。士君。これはですね、教祖の呼び方なんですよ。これちゃんとやってるんですね。えらいなぁ。さすが光栄さん。長子くん、お待ちしておりましたぞ。さあ、我々のユートピア、艦中、守っていきましょうぞ。また、広げていくのだ。我々は、お塩を広げていかなべ、いかなければいけない。特にこの、青い土地。ここは教えが全くない。行くべし。それでですね、所定これ何していいか全然わかりません、これ。所定何でしょうね。まず、常用は行くだけ無駄でしょうね。常用を守る術はない。で、もう出てますね、これ。間違いなく常用に突き刺さる。この1万5000も、わかんないなぁ。A 案狙ってる。あ、この感覚数年ぶり。で、3000。を取るためですね、これ多分。で、劉将は動いてない。どうせこいつはノロマだからなかなか動かない。まあ、大体においてこの職に入って、大体力をつけたら、ちょっとぬるげになりますよっていうところなんですけど、最初から曹操と同盟をしないっていうところなんで、これはぬるくならないでしょ。で、なんとかこの、馬頭配下馬長とかをですね、まあ馬長は、曹操剣王だから多分来るとは思うんですけど、来てくれるとは思うんですけど、これも取りたいんですけどね、どうやったらいいか。馬頭と戦いたくはないですけどね。まずは、初手、行っていきましょうか。取れる歩は取っていって、まあ、ここら辺ね、あとね。取れる歩は取る。で、傭兵間で守ることを主眼に考えると、やっぱり南に行くしかないんですよね。どう見ても。はい、そして人物探索でいるのか。え、探索でいるってことはもう、ここにいるってことですね。もう艦中のここにいるってことだ。これはもう最初にやろうかな。誰が出るんだろう。もう全員ですよ、全員。全員探索。全員全員。行ってまいります。蝶々蝶々ってもともと常用かなんかで出るやつですよね。ランダム性よ。ああ、すごい、すごい勢いで。炎音がすごい勢いで、バトンのとこまでやっていく。ああ、なんか、長江来るよ。報告です。で、曹操が帝よりなんか、王になったとかなんとか。早えな。まあ、あっという間に曹操来ますね、これ。あ、提案とか見なきゃダメだ。あ、曹操、こうですね。王じゃなかった。こうでした。もう、提案見るっていう癖が全くない。うわー、ここ入ってくんの？もう入ってくんの？マジかよー。もうバッティングすんの？ご報告いたします。いや、これ有効だったら攻めてきづらいとかちょっと一応ありましたっけ？ここ一応使うか、あるんだったら。さあ、馬頭と親善ですね。一気に行きますでしょうか？親密。よし。危なくなったら、
行きましょうか。こっち向かってくるようでしたら同盟やる感じで。各所より報告です。おっと、こうになってすぐに、そうそう、全城を受けて国号を義とした。早っ。まああの規模でしたらね、なりますよね。そうそう、どんなもんすか、シェアは。うわー、これやばいな、この国力差 43%。 これで皇帝なれるんですね。どうなんだろう、これ他潰れますよね。いや、我々だってこれ潰れますよ。これはジョイを取られましたね。さて、早急はどこまで行くんでしょうか。ここから戻るかな。長安から11,000、これ来るんじゃないですかね。なんか来るっぽいこと言ってたんで、傭兵艦攻撃ですね。11,000単体じゃ無理ですよ。まあここは蹴散らしてやりましょう。もう曹操と戦うのか、これ。有効で、なんかね、とどめときは大丈夫だと思ったんですけど。まあ、傭兵艦は硬いですからね。おっと、なんか来てるな、これ。これ何する気？進軍安陽か、ここ取るか。ここ取れないようにできないかな。兵団切れないかな、これ。案外、これ浅いですよね。取れないか。技法か。こちらをご覧ください。技法も炎鵬ぐらい、やれて炎鵬ぐらいよ。まあでもちょっと罠作ったり用意だけはしていきたいですね。金ないんすけどね。レート見てちょっとね、商売していきましょう。あ、義とついに敵視になりました。そして守礼は進んでいく。ここで1ターン待って進んだところを見てバッツリ切るというところですね。ご覧ください。そして早急、クソ弱いですね。傭兵下のダメージわずか12。そして長英が後ろから差し込んでフィニッシュですね。これ捕らえられればいいですけどね。捕らえたらどうしようかな。まあ金に変えるしかないか。おっと、技法聞いちゃった。こちらをご覧ください。あららららららら、技法のルートで行くと余裕で切れちゃうか。これで安全に切れるというところ。わかった。さあ、これバッツリ切れますね。で、早急今やりましたね。早急やった。うん、捉えられなかったか。そして切れた、平坦切れた。あ、ちょっと触っちゃったな。ちょっと残念なところ、触っちゃいましたけど、歩を取られることなく。守礼は取れそうですけどね。下がるのかな。だって守礼はほら曹操に嫌われてたらしいですよね。なんでかわかんないですけど、守礼的には確か曹操親愛だったかな。嫌われてたんですよね。あ、ないか、親愛ない。よし、吸い取った。大変なことになりましたね、これ。これ、常用に兵を貯めまくってるんですけど、しかも、芝居が来る。いや、芝居はちょっと無理だろう。芝居は無理だろう。スピードが速い上に、技法とか効かないじゃないか。兵単切ったって、ピンピンしてるんだよ。それちょっと厳しいだろう。これ来るのか。いや、常用にこれだけいるんだから、これ来るんだろうな。厳しいだろう。いや、あわよくばね、これ、負傷兵ね、ガバガバ入れて、兵増やしたろうと思ったんですけど、それもうダメージ、強いだろう。ダメージ。え、なんかこれまた1万出てくるよ、これ。これまた来るんじゃないか、傭兵艦。いや、傭兵艦はまあいいっすわ。もう何できても、大体守れますわ。
はい、出た。あー、来た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 。傭兵艦。2部隊。了解了解。あ、せっかく封取ったのね、これ。これ、兵站切れだ。ああ。もう1部隊来ますかね、これは。3部隊かな ?3 部隊ちょっと、怪しいな。兵站切りさせない時ありますからね。そして、ついに乗用来ましたね。2万、4万か。全部で4万です。あー、芝居1万。芝居1万がやばいな。芝居1万単体でもやばいのに。なんとか止められないかな。厳しいっすね。登ってきましたね。おっと、もう滅亡。高村ですよね。高村高。明日は我が身。うわ、なんだこの進み方。ちょっと違うな。思ったのと違う。芝居で歩を取るか？これもしかして。こちらをご覧ください。うわー、やりづらい。しかもこの動き方、行きづらい。備えます。おっと、これ舞台か。ちょっと待って、舞台だ。見えるから。見えるから、そうか、見てから動かなきゃダメですね。各所より報告です。もう、これ上級とはいえ、敵の強さが、もう、なんて言うんですかね。極級並みに難しいんで、舞台攻撃、炎砲。なるほど。これも舞台攻撃かな。舞台攻撃、蝶々。こういう場合ってどうするのがいいのかな。読んだか。このまっすぐ行かせて、このまたがせる。またがせて、そしたら平坦切れるでしょっていうね。いう風にした方がいいのが。これ全員行ってんのかな？いや、これ、兵器は止まってますね。ここで止まると士気がどんどん落ちるからいいところ。なるほど。どうされましたか？ちょっとじゃあ、これは下がって下がってっていうところですかね。お任せください。あー、さらに来るな、これ。ちょっと待って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 。どう見と、傭兵館に兵器二つ入らないよ。君たち。ねえ。贅沢だろ。ああ、これでなるとちょっと連なって、あれですね、兵站切りづらくなるんですよね。さすがに、それ行く可能性もありますね。いやー、それはでも、もうどうしようもない。あ、なんで途中で変えてんのこれ。また変えたよ？ねえ。ほら。だって我々の方が後出しなのに、なんで変えてんの？おかしいじゃん。俺やっぱ CPU 汚いな。まだ追ってくるか。まだ追ってくる。まあ、追ってきて。これは北ですね。これはもう、どうしようもない。いつもやられです。あんようなぁ。安陽もな、多分ね、これ、傭兵館取って、これ安陽取ってることで、包囲占領を狙ってると思うんですけど、まあ傭兵館、そう簡単に落とさせませんよ。やっぱりもう、頑張れますよ、これは。で、ここら辺が詰まってくれればいいんですけど、これが早急が詰まって入ってくれれば、まあなんとか切れる。最下にですね、技法をかけようとしております。かかるかな？露光が豊作。関係ないでしょ、僕らには。よし。最下に技法をかけたんで、これで3000の兵を無駄にはさせましたね。ここら辺どう来るんだろう。面で移動してますけど。蝶々に行くかな？蝶々に行ってくれれば、割と助かる。そして、各所戦闘で来たんで、これ各所にぶつけようかなというところで出したんですよね。これ馬頭軍か、出てきましたんで、これはうまくつければというところなんですが、あー、環球港に当たっちゃうか、これじゃ。あんま良くなかったな。お、退却ですね。やった。これは各所を潰せるかも。ゴリゴリ、各省用人に一騎打ち。いやー、でもそんなに負けてないぞ。70代は一応あるんで、用心。
78、82、いいぞ。ここ勝て、勝て、ここ。あー、いけいけ、どんどん、あ、来い。おお、いいぞ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 。あー、ダメだダメだダメだ。あー、クソったれ。うー、ゴスト減る。でもこれ二面でやってるから、なんだ投石とか、こっちは何も、お、ヒヤじゃねえよ。まあやったか、まあやったか。ああ、捕らえられなきゃ意味がない。意味がないのだよ。こちらをご覧ください。さて、ここは一旦引かせて、ちょっと芝居の方がどうなったか。なんかじわじわ来てるな。なんだこれ。で、歩をなんか、投石で守らせている。で、炎歩で後ろ切りたいんですけどね。やらせてくれるかな、これ。うわぁ、乗用がもう2万2000とか。これ連チャンで攻められるな。ちょっとこれ綺麗にやりたいですけどね。なかなか難しいかな。あー、これ平坦切るの難しいな。まあでもこの塗りのまま保ってれば、ご報告いたします。なんとか切れそうな気がしますね。ここまでダーッといっちゃえば。何でしょうか。退却しねえな。強気だな、これ。で、馬長を迎え撃つので、すごい、すごい動員してるぞ、おい。えらいこっちゃ。さあ、後ろ取れるかな。いや、向かってきてる、向かってきてる。向かってきよるの。あと一歩。芝居の平坦が切れるかどうかというところ。でもこれ当たっちゃうかな。当たってやられるか。で、ここはもう、城に任せましょう。もう、それでいいでしょう。で、長英を出して、さらに平坦切りの枚数を増やしたいところ。よし、芝居は切れましたけど、芝居はね、大前ですから。行くともしてねえな、これ。まだ式50ある。切れたうちに入らんよ、こんなの。全然強い。全然の使い方違うけど。めっちゃ強い。うわぁ、艦中攻める言うて。彩花は撃破。城が撃破。うわ、火つけても、火を避けて、入ってくる、平坦回復、復活。また46に戻っとるやないか。こちらをご覧ください。むちゃくちゃだな。なんか、あともうちょっと感があるんですけどね。ほんと、あともうちょっとなんだよな、これ。長安1万1000。さすがにこれは馬長に行くでしょ。我々じゃないでしょ。一応見とくか。で、また6000出たぞ、これ。なんだこれ。貫中攻撃。これは後ろ切らせないために出しましたね。ひどい。なんかもう早々らしい。馬長攻撃だね、長安は。ひどいなぁ。まあ、この式ですから、もうちょい頑張れば、多分勝てますよ、これは。ここまで式下がってるから、さすがに。いや、これ毎回こんな長期戦すんの。式下げた方が勝ちみたいな戦いずっとやるんだ、これ。マジか。さあ、後ろ取れるかな？平坦切ってきますね、これ。来てもいいから行くか。さて、後ろ取れるかどうか。これ早いな、スピード早いな。平坦切られても安陽を取る作戦。なんとか取れるはず、予定では。 OK です。瞳悟空で平坦を切る。で、ここなんとかいけないかな。これ後ろ取れればっていうところなんですけど。さあ、そして燃えまくってますね。
やってやろう。これでだいぶ芝居にダメージは入る。うわ、芝居スルッと抜けて、でもまだ燃えてますね。まあでもさすがに式42、それでも42か、持ってんな。でこの後ろを取れるかというところですが、あー厳しいな。兵器に引っかかった。あと3マスがこれいかないな。これがやばいな。この竜陽が、竜陽のダメージなかなかあるでしょう。さあ炎歩壊滅しましたけど、平坦切った形で壊滅。長英はちょっと不甲斐ないところ。進んでくるかどうか。進んでこなければ竜陽の平坦切れるんで、よし、なんとか行きましたね。あと芝居か、こちらをご覧ください。芝居やりたいな。何でもいいわ、もう触れば何でもなるでしょう。一騎打ちは困るな。なんかいいやつ。炎歩か。一騎打ちやられたら負けるな。ちょっと出てすぐ帰る。これで吸い込めるか。うん、ちょっとなんか無謀な気がするけど。ちょっと出てすぐ帰る。うわぁ、めっちゃ登ってくる。無限ワンコ芝居撃破。捉えないとこれは終わらんのよ。この戦いは捉えんと終わらんのよ。これはやべえか。やっぱり無謀だったか。で、竜陽もいけそう。いけますね。竜陽いけました。捉えられんのよ。なんでか捉えられんのよ、これ。で、うようよしてる、これ。まだうようよいる。士気が落ちてるのが1、2、3部隊と、まあ、これ、心身邪魔だから、もう早めにやっちゃいたいな。これ、平坦切り部隊がね、捕まっちゃうんですよね、眼光は。で、彩花が待って、やってきた。これは、また、技法かけたい。で、風州あたりも技法かかるでしょ。で、これも技法かかるやつ、菊園。あー、難しいの。いやー、これ、上級だったらいけるかなと思ったけど、難しいっすね、これ。で、また来るの、これ。これまた来るの、今戦ってるのに。両面宿儺。これ何、この漢中という土地の小さいこと、これ。いやー、これまずいな。これもう第2回でギブアップあるかもしんない。すいません、最初の5年ぐらいは、つって、同盟させてください、つって。あるかもしれない。もうだって、食料がもうやばいもんな、兵糧が。あの、ゴトベイドなのに、3万7千か。ギリギリで金ないもんな。やってる暇ないですもん。探索かけてる暇ないですもんね。ずっと戦ってるから。はい。ということで、次回どうなるでしょう、これは。どうでしょうね。いい策あれば教えてください。ということで、次回もよろしくお願いいたします。